一応始める前にですね、文化財保存全国協議会の沼津大会50回の大会をこれから開きたいというふうに思っています。まず開催にあたりましてですね、実行委員長であります高尾山守る会の会長の杉山晴隆から一言ご挨拶させてあげます。よろしくお願いします。ただいまご紹介いただきました高尾山高校の守る会の杉山晴隆でございます。本日はお忙しい中お集まりをいただき、こうして沼津大会が開催されること本当に嬉しく思って申し上げるんですが、私身体障害者なもんですから、少し路列も回りにくい、そしてまた体が不自由な、ご挨拶といたします。どうもお世話です。よろしくお願いします。1970年に、発足した全国規模のまさに遺跡保存を主体とするそういう団体です。ご存じのように1960年代、とりわけ60年代からの60年の10年間というものは、全国各地で非常に多くの遺跡が発掘されると同時にたくさんの遺跡が破壊されたというような状況でした。まあ、そういうことでそれに鑑みて1970年に文殿協が発足したということであります。その後文殿協は、遺跡の保存あるいは活用、さらには歴史景観といったことをテーマに、取り組んでまいります。今回それが50回という大会でございます。現在ご存じのように文化財保護法が、昨年改定されて、日本は、観光立国というようなことで、新たにいろんな形で文化財が活用されるというそういう状況に至っています。しかし各地域それぞれですね、観光立国とは言ってもそれなりのきちんとした体制があるわけじゃありませんので、しかも、これまで残されてきた文化財を利用されるかということを主な、テーマとして今回は、大会を開くことになりました。今日一日有意義な、報告と討論になりますことを期待したいと思います。よろしくお願いします。今日は昨日雨の中、見ていただきましたその高尾山古墳というですね、その古墳とそれから今日の、この私の、お話でございますけれども、まあ、駿河伊豆のですね、そういうその初期古墳ということで、実際には弥生時代からですの流れをですね、少しまあ、この地域に限って整理して、それから皆さんにそのことをご紹介し申し上げようということで、お時間をいただいているところでございます。
得たものを元にして、京丹山古墳をですね、図示したものです。まあ、これのですね、公表されたデータ自身を元にして、まあ、これが再、まあ、発見というふうに瀬川さん言われましたけども、まあ、前から知られていたんですが、分からなくなっていたのをもう一回確認したっていうのが、まあ、実情ということになります。その下にですね、木戸古墳っていうのがありまして、菓子屋の、まあ、6万部詩かなで字の経塚っていうか、ここまでも久本塚っていうふうに書かれているってところがあって、まあ、この2つ自身がですね、まあ、大正年間までは、こういう形でもって全30日に、お取り組みしておりますので選考委員会ございまして、個人部門のところはそこのところに書いておりますけれども、小玉道明さん、三重県在住の、方です。小玉さんは、1960年代表彰状小玉道明さん、あなたは長く三重県下の文化財保護行政に関わりながら、古代の伊勢に置かれた五木宮である三重県最古遺跡の発掘と全面的な保存に尽力されたのをはじめ、三重県下の文化財関連資料を編纂・刊行し、広く文化財の保護施設の普及に取り組まれました。この顕著な功績に対し、第20回輪島選手賞を贈り表彰いたします。2019年6月16日豊田保存計画協議会、おめでとうございます。一言、本当にもう夢にも見なかったような賞をいただくだろうという羽目になりました。それで、でもご存知のように文化財保護の仕事っていうのは一人でできるわけじゃございません。ということで、確かに私県庁におりまして、いろんな方々、あるいはまあどういうわけか、その時非常にまあ物分かりのいいっていうのか、全て部下に任しちゃうというのか、そういう上司ばっかでございましたし、それからもう一つは、今とだいぶ世の中の様子が変わっております。その頃はまだ非常に教職員組合
まあその力も借りましたし、一番大事なのは県庁におった時には県会議員がこっちを見てくれるかどうかっていう話です。だからその県会議員の中にまたありがたいことに、さっきの申しました漁師民組合出身のどうじゃない方々がおられて、これを受け取りに三重県からやってきました。どうぞこれからも皆さんよろしくお願いします。関わるとともに近畿地方での遺跡の保存と広島県鞆の浦の歴史的景観の保存運動など各地の文化財保護団体による遺跡保存運動を支援され、広く市民運動として文化財保護の思想の普及に取り組まれました。この顕著な功績に対し第20回二際選手賞を贈り表彰いたします。2019年6月16日文化財保存全国協議会おめでとうございます。感謝の気持ちを込めて、私、過去、現在、未来、について簡単に触れさせていただきたいと思います。今、浜田さん、原監督から足を変わりましたように、私が友達、先輩から学ぶことも多かったと思います。今こちらにおられる ツーリズムを言ったのが、あの雨の中で皆さんと一緒にできたことを嬉しく思っています。文化財を保存し活用するためのやはりツーリズムならば大いに賛成します。建設的な提言を文化庁にこれからもしたいと思っています。皆さんと共にそれを推進していくためには極めて重要なことが一つです。国分寺名水と歴史的景観を守る会社の地位団体は2003年から東京都国分寺市の松中の泉の近くのマンション建設計画に対し景観を守る保存運動に取り組まれました。また2005年からは国分寺と東山道などをテーマに歴史的景観の保存を目指し、広く講演会と各地の国分寺跡などの史跡調査を行いながら学習を重ね、文化財保護思想の普及に尽力されました。この顕著な功績に対し第20回輪島選手賞をここに表彰いたします。2019年6月16日文化財保存全国協議会おめでとうございます。勤めている松本と申します。今回ですね、輪島市を受賞記念撮影をこれからしたいと思います。
ます橋本博文様にお話をいただきます。タイトルは、卑弥呼の時代は何時代かという非常に興味ワクワクのタイトルがついておりますので、お話を受けるにあたってそちらに今司会されています、いただきながら発掘したというもう今から45年ぐらい前の、まあ、半世紀に近いできないかもしれないんですけども、まあ、関連したところで皆さんに、まあ、聞いていただければと思うんですが、まずこの話テーマをですね、まあ クエスチョンの一番ですが、卑弥呼は何時代の人かということを皆さん、まあ、自明の理かもしれませんが、大体受験勉強では卑弥呼の弥っていう字は弥生の弥っていう字と同じなので機械的にそうやって覚えればいいんだっていう話になるわけなんですけども、果たしてその、まあ、教科書には確かに弥生時代の人と言いますか弥生時代のところで書かれていまして、私もこの後教科書に表が出てきますけども、私が執筆している高校の日本史 B という、受験用のというか教科書があるんですが、その執筆するにあたってですね、非常に悩ましくてですね、果たしてその卑弥呼をその弥生時代のところで書くべきなのか古墳時代のところで書くべきなのかっていうことをですね、すごく悩んでいるんですね。それで、そういうようなものがですね、非常に重要な役割を果たしていったのではないかというふうに、まあ、考えております。時間が来てしまいました。とりあえずちょっと話したいことはたくさん用意してあったんですが、ちょっと十分な話にならなかったんですけども、非常に私自身もですね、この、どう捉えていいのかというのがですね、非常に悩ましいところで、まあ、その辺皆さんからの汚いご意見いただければと思います。以上です。どうも失礼しました。
沼市の高尾山古墳の調査成果ということでお話をさせていただきます。で私事なんですが、私昨年度まで一応上司とともにですね高尾山古墳の方を担当をして整備していくという関係で隣の係に移ってしまいまして、私ちょっとも担当から外れておりますけれども、一応これまで高尾山古墳に変わってきましたので一応今日お話をさせていただきます。こんな感じで調査成果が分かったということで、私のお話を終わらせてもらいます。ありがとうございました。はい、皆さんお待たせしました。慣れない舞台ですので、本当にドキドキしながらやってます。私は高尾山古墳を守る会の副会長をしてます、江藤と申します。今日は高尾山古墳を守る運動、それがどんなふうに推移してきたか、そして今どんな課題を抱えているのかというようなことをお話ししたいと思います。こうしたパワーポイントを使うのは今年
初めてなもんですから、ただの紙芝居になったみたいな感じになるんですけども、その辺はご了まあ、一応の形は両立の線で言ってますのでね、そういうのに役立ったんじゃないかなと思ってます。まあ、1800年の歴史の重みがありますし、地域の誇りでもありますし、郷土愛あるいは後世に伝える責任、そんなふうな事柄を感じながら、これからもこの高尾山古墳を守る、そういう運動を継続していきたいと思ってます。まあ、とにかく継続、それから工夫なんかが必要かなと思っています。また保存運動にあたってこんなことをするといいよというようなアイデアを昨日も少しいただいたりしたんですけれども、いただけるとありがたいと思います。非常に雑白な報告で申し訳なかったですけれども、以上で終わりにしたいと思います。できればこの資料集を読んでいただけると私の思いが少しは伝わるんじゃないかなと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。よろしいでしょうか。はい、どうぞ。はい、私ですね、沼津市民は知らないんじゃないかということのご発言がありまして、まあ問題からいかに古墳で楽しんでいくか、それを伝えていくかという教育、ツアー、ツアリズムの問題まで発展しそうな、そういう切り替わりの時期に来ているんじゃないかなという印象を持ちました。ご登壇いただいた、ご講演いただいた先生方、本当に今日は良いご意見もいただけて、会場の皆さんにも、合わせてお礼を申し上げます。これでシンポジウム、拙い司会でしたが終わりたいと思います。先生方どうもありがとうございました。皆さんどうもありがとうございました。
一言私なりにですね、感じましたことは、やはり高尾山古墳の発掘調査によって、沼津あるいは三島この地域のある意味ではですね、日本の古墳時代の見分け、そういったことがこれだけよくね、具体的に解明したというよりも、いろんな問題が出てきて、でしかもいくつかのいろんな仮説的な、ことが随分出されてきたということですね。まあ、そういうことでは、この古墳がもたらした歴史的な意味っていうのは、実に大きなものだというふうに、私は思います。まあ、したがって、そして沼津の市民の人たちが検証するかということ、活用するということを考えても、でかつて私は滋賀県の大津市に住んでるんですけども、ちょうど西大津のバイパスっていう道路をやっぱり作った時に、あのハイジという、7世紀の前半に作られた、柄が見つかって、それをさらに作り変えた2つの柄が一緒に見つかるということがありました。はい、ありがとうございました。長時間にわたる大会もこれです。ご当地の瀬川さん、それから私の方で進めさせてもらいました。どうもありがとうございました。ではこれで、文全協の第50回の沼津大会を終わりにしたいと思います。皆さんお気をつけてお帰りください。